はい、えー、それでは堀井海斗選手のインタビューを始めさせていただきます。えー、まずはじめに試合を振り返っての率直な感想をお聞かせください。えー、そうですねえー。プランはその、えー、ローキックで、えー、試合を作ってって言っていう形でそれを実行できたんで。まあ良かったんですけど、あの ko できなかったんでノックアウト勝ちができなかったんで、それはすごい。悔いに残ってますね。はいえー、それでは対戦相手の破巣危機選手とはまあ戦う前と戦ってみての。なんかイメージ印象の違いなどありましたらお聞かせください。戦っ ってみてそうですね。やっぱ僕の予想以上に上手くてです。ごい動きも速くて粘り強くて、そこはすごい。あの僕が思ってたよりはあの予想より上やったかなと思いますね。はい、はいえー、それでは最後に今後の目標をお聞かせください。そうですね、えー、僕はただ、えー。ただ、このクラッシュ、えー、k-1 グループに、えー、参戦した。 というわけではなくて、チャンピオンをやったり、えー、もっともっと上の存在になれるように、僕は目指してここにやってきたんで、えー、そういう存在になれるように、えー、K-1 を背負って立つような、えー存,在に立つえー、存在になるように、僕はここに来たんで、それを目指して頑張りたいと思うんで、えー、ホリーカイドの、えー、ご注目をよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらでインタビュー終了させていはい、ありがとうございました。ありがとうございます。